西山総駅は大阪府角町元町にある京阪電気鉄道京阪本線の駅。駅番号は KH12。敷地の一部は大阪府森口市京阪東の町にまたがる。森口駅寝谷川信号所管の連続立体交差坂と複々線化工事が1972年11月28日に着工され、同工事に伴い新設された駅である。 当駅が開設されるまで、当駅の京都より約200メートルに、門間駅があった。当駅は、新駅の扱いである。この新駅の名称案には、当初、西門間駅と東森口駅の二つがあったが、結局はどちらも採用されず、駅下を流れる西山総側を駅名に採用した。正式な開業は百七十五年三月十三日で、あるが、 1974年10月の下り線降下化により、角前駅として線降改良上り線が複線降下化された際に、現在の駅名に改められた。その後も複々線加工時の進展に合わせ、1976年5月に現在の京都駅ホームの使用を開始、最後に、 京都行き仮ホームを撤去して、同年9月のダイヤ改正に合わせて、複々線の使用を開始した。複々線高架化工事完成後、高架下に商業スペース L23 層がオープン。その他駐輪場の設置、8軒に対応するための、ホーム延長工事、冷房待合室の設置がなされている。門間駅西3層駅通過線2本を挟んだ。 相対式2面2線のホームを持つ高架駅。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は1箇所のみ。改札外にはコンビニエンスストアがあるほか、高架下には l 西市3層と呼ばれる店舗群がある。なお、駅前広場、ロータリーなどは設けられていない。2019年度の特定日における1日。 乗降人員は22,713人である。各年度の特定日における1日乗降、乗車人員は、下表の通りである。パナソニック西門町行場パナソニック関連の、事業場、工場が多い。そのため2000年頃までは、社内放送の際、西山荘、松下前と呼称していたこともあった。ありがとうございます。